私は新浪剛史と申します。今サントリーホールディングスで社長そして CEO をしています。1979年から約1年間カリフォルニアのスタンフォード大学で国際経済を勉強しました。まあ、国際経済を勉強したというよりもなんかアメリカのカルチャーをこうなんか浴びに行ったって感じで、まあ、とにかくショックを受けて、まあ帰ってきましたけども、まあダイナミックだなと思ってね、まあ勉強したというよりもなんかいろんなもの新しいものを見てなんか好奇心がさらにこうなんか自分の好奇心が大きくなって帰ってきたかなっていう、まあそういう1年でした。その後1989年から2年強ですね、ハーバードの経営大学院、ハーバードビジネススクールの方へ行きまして、MBA を取得してきました。最初は嫌でも手を挙げないと落第っていうか落第ないんですね、ハーバードは。あの方向ですから、あの学校からこう出てきなさいってことで、落第がないんで、バイバイってのは嫌なんで、やっぱりこう手を挙げて何としても喋ろうということで、違う文化の中で違うルールでやってきて、僕は大変それは良かったなというふうに思いますけどね。あのね、こういったらだけど自分は大したこと言ったと思うんで、あの短いその時間でね、まあアメリカの方々はいよいよアメリカのね学生友人たちはとにかく何でもいいから喋ると、あの議論をきちっとできるっていうのはすごく重要でですね、まあそういう意味じゃですね、なんか言われたことがはいはいっていうのは逆に僕なんか不安に感じて、新浪さんそれちょっと違うんじゃないですか、こうじゃないですかって言われる方が、ああなるほどなと、まあ、いずれにせよなんかね、異論を唱えることは是として帰ってきましたよね。上司にですね、それは若干違うんじゃないかなと思うことを言うとですね、なかなか受け入れられないという、まあ、こういうその葛藤もありました、帰ってきて。でも徐々にですね、私のように海外から帰ってくる人たちが増えて、特にアメリカから帰ってくる人が増えて、だんだん議論はしなきゃいけないんだと、まあ、こういう文化にもなっていったんで、まあ、日本そのものの文化、いわゆる議論をするということがビジネスの中に必要なんだということが根付いていく、ちょうど僕は最初の頃に帰ってきたんで、最初はね、あの相当苦労しましたね。でも今はですね、まさに議論をしようということでビジネスが、まあ、あの当たり前になってますけど、当時はね、その生意気だとかね、お前まだ30歳だろうと、なんでそんな議論をふっかけんだと、まあ、こういうですね、日本に帰って異なる文化との 対立がありました、対決がありましたけどね、それはそれでまた乗り越えたからよかったと思いますけどね。私の人生はアメリカへの留学で大きく変わりました。間違いなくいい人生になったんだと思います。でもその人生はアメリカの留学という、まず行くのにすごく苦労しました。奨学金をもらうのに、いろんな方法論、あの手この手で奨学金を得て、またアメリカの留学して勉強するのも大変でした。でもすごく達成感があります。ですからぜひとも私をはじめとしたいろんな留学をした経験者に話を聞いて、ぜひともその意志を強くし、必ず行くんだと、そしてまた自分の人生を切り開いていくんだ、やってみなはれ、チャレンジをぜひしていってもらいたいというふうに思います。